要するに、天皇の意向を人々へ伝えるとき、意図を正確に伝えねばならない、わけで。もし主観を混ぜて間違ったことを伝えたら、自分の責任になって罰せられてしまう立場、そういうの、があって。言霊信仰が育まれる環境が日本にはあり、その末裔的な。天皇は神であるゆえにおいそれと人前に姿を見せない。直接民へ言葉を伝えたりも、しない。あらひと神を求めた意向があり、それに応えた人々がいて、そして不要になる。神の言葉をそのまま語る、わけだ。そこに人間性はいらない。その時、正確なら責任はすべて天皇に集中し、言葉を語った人々は責任を取る必要がない。単に、天皇と民との間を仲立ちするだけのスピーカーであり、昭和までは必要な存在だったが、インターネットができて不要になった。唯一かもしれない。何かが、育つ。